から日経同僕施工管理技師のですね実地試験、こういうのですね、平成27年度のね、重要なポイントを説明していきたいと思います。でまずですね、試験問題 の問題の1番ですけどね、今年は基本的にはですね、品質管理、それから安全管理、この2つをですね、しっかり書けるように準備をしてください、ね。書き方についてはテキストで詳しく出てますので、ここでは書き方については省略をいたします。問題の2番ですね。で問題の2番では、これはですね、今年は土工のところの設問1はですね、土留め四方向の部材の名称が書けるでしょうかという、そういう問題ですね。で、この図面を見ていただいて、それに対応する用語がきちっと入るかどうかと、こういうことですね。で、例えば、ここのところの板とありますけれども、これはここの板ですね。これを、これは高野板ということですね。高野板、こう書けるようにしてください。それから、ローのところではここに示されてますから、ここは何と言いますかというと、これは切り張りとね。それから葉、はですね、この柱、この中間杭とも申しますけども、これは中間支持柱ね、中間杭でもいいし、中間支持柱というふうになります。それから色葉2ですね、2のところ、これね、これはこちら側に高野板にくっついたこっち側の板、高台ですね、これが、腹起こしと、こっちは腹起こし。そして最後にですね、このコーナーの、火打ち針、あるいは炭火打ち針ですね、ここは重ねてきてですね、というふうな炭火打ち針、あるいはコーナーの火打ち針、まあ、こういったことが書けるように今年はしてください。こう焼いた、切り張り、中間支持柱、腹起こし、炭火打ち針。それから設問の2のところでは、これは軟弱地盤対策の概要と、それを対策をすることによってどういう効果があったかと、まあ、これを書いてもらいたいということで、これはね、問題が全部でですね、表層関係、サンドマットだとか、表層混合処理混合、ね、この工法の、まあ、いずれかを書く、それから、あるいは B のところではですね、プレローディング工法、あるいは抑え盛り土工法、まあ、こういったことのですね、これ深層、深いところの地盤の解力を、まあ、これ、一つ一つ上げて、そして書くということで、全体4つ問題ありますけれども、回答は A で1つ、B で1つ書けばいいと、こういうふうになっているわけですね。例えばサンドマット工法というと、これは軟弱地盤上にですね、50センチから120センチの要するに敷砂をして、でその上を建設機械が走行すると、まあ、そういう排水と、それから地盤の走行性を確保すると、まあ、こういうことを書いておけばいいと。だから表層混合処理工法というのは表面が弱いので、セメントとか石灰を入れて混合して強度を高めてあげると、ね、そして、建設機械の走行性を確保するということで表面を安定させる工法ですよと、こうやるな。それからもう一つプレローディング工法というのは、軟弱地盤上にあらかじめ盛り土をして沈下を促進させて、そして地盤の強度を高めておくということで、軟弱地盤上に盛り土荷重を再加して圧密沈下を促進しておく、ね、そして、駆動沈下を抑制する、も期待される効果はね、抑え盛り土工法って、これ分かりますよね、盛り土が滑っていくから、これを抑えようと、こういうわけだな。そしてこの時に、本体盛り土、本体の上部盛り土と同時にこう施工して、そして、一体となって両側を抑えると、そして、土の滑り破壊を防止するということですね。だからこれちょっと注意しないといけない、施工する時の抑え盛り土工法ってこうありますよね、こういうふうに地盤があって盛る時にですね、これこういう盛り方をするんですね。こういう盛り方をして、そしてこの上にですね、こう持っていくと、こうね。そしたら、ここの部分が、これは正しい盛り土だな。この部分が抑え盛り土になってるんだ、この部分が。な。だから、結局、盛り土全体としてはこういう形なんだけども、ここの施工後は、これが抑え盛り土になっているよと。こういうわけだ。だから抑え盛り土をするときは、盛り土があって、それから抑え盛り土を置くんじゃないよと、ね、
最初からこういう全体を置いて、それから上に盛るんだよという、こういうから押さえ盛るというのは、まあ、施工の順番だな、まあ、こういうところにも合わせて注意しておく必要があるでしょう。まあ、これは土工関係の問題ということなんだな。で、コンクリートのところではですね、これも設問1と設問2があるわけです。設問1の場合は、まあ、コンクリートの欠陥、これについていこう。で、1番はですね、コンクリート、これは回答欄があるので、ここから選択するんだな。だから、しっかりと読み込んで対応するところ、何回か読み取れば、かなりこう正確に読み取れるので、回答欄書いてあるので、自分で考えなくていいよな。だから、1番は、コンクリートの層状に打ち込む場合は、さっきの打ち込んだコンクリートと、後から打ったコンクリートとが、まあ、完全に一体化しない、フレーム属の状態になる。それは何て言いますか？これはコールドジョイントな。固まってから打ち込む、コールドジョイント。2つ目はですね、コンクリートの沈みと凝固は同時に進行する過程で、その沈み変異を、まあ、水平的に抑えちゃうんだな。こうなってる、コンクリート打った、そしたらこう沈もうとするんだけど、ここに空洞ができちゃう、鉄筋の下にね。そういうのをね、で後で打ち込んだらギュッと引っ込んじゃう。それを沈みひび割れというので、普通はタッピングといって、固まる、打ち継ぐ前に、しっかり上が叩いてあげる、タッピングしてあげると、こう沈みひび割れを防止することができる。その名前のことだが、鉄筋が硬直することによって生じるひび割れを沈みひび割れという。これを防止するにはタッピングすればいいと。こういうことな。3番目はですね、ブリーディングが多いコンクリートでは、ブリーディングって分かるな。水が上がってくる量、単位水量が多いとブリーディングが多いというな。で、これ片方を取り外すと、コンクリートの表面に、砂筋がついて、要するに水がいっぱい上がってくるからさ、片枠の端っこのところに水の上がった筋がついてる、それを砂筋っていうね。ブリーディングが多いと、要するに単位水量が多いと、こういうことは生じる、ね。それから4番目はですね、セメントの骨材の品質、セメントや骨材に品質に問題がある場合に、のひび割れが生じない。これは全面網目状に、セメントが悪いとさ、全体が悪いわけだから、だから全体にひび割れがいるということで、全面網目状にひび割れが起きますよ。それから5番目、初期ひび割れの原因としてコンクリートの発熱を伴う。これはマスコンクリートだな。非常に一辺が80センチ以上の大きな部材の発熱を伴う、要するに温度応力によるものがありますよ。これ温度応力だな。そして、まあ乾燥収縮、表面が乾いてしまった時に起きるのはプラスチックひび割れといって乾燥収縮、それから荷重が大きくなってひび割れちゃうよ。まあ、これは荷重によるものなどが考えられます。ということで、これは発熱というところで、この温度応力を対し、ここから拾ってもらえばいい。ね、ということで、こういうコンクリートの欠陥についての用語な、コールドジョイントですね、いわゆるブリーディング、ね、温度力、こういうことをちょっと整理しておいてください。今年は注意しよう。こういうことな。コンクリートのですね、今度は打ち込みと締め固め、ね、ことです。一番はですね、注意事項で、ここに選択肢の回答を書いてあるんですね。ここから正しいものを選択していく。こういうことね。コンクリートは速やかに運搬して、直ちに打ち込んで、十分に締め固めなければならない。練馬で始めてが打ち終わるまでの時間というのは、外気温が25度を超えたときは 1.5 時間で、25度以下のときは2時間、これ覚えてくださいね。25度を超えたら 1.5 時間、初中コンクリートは、これ初中コンクリートは 1.5 時間、ね、普通のところでは2時間でいいよって声が、打ち込むまでの時間は日光、それから風雨保護しなければな、から保護しなければな、また打ち込まれるまでの時間が長くなる場合や、外気温が20度、25度を超えてしまう、まあ、こういう時にですね、事前に遅延剤、遅いやつ、固まりが遅くなるやつ、初中コンクリートの中の、栄養剤とか、遅延型の栄養剤とか、減衰剤、それから流動化剤等を検討するとともに、コールドジョイント、夏起きな、初中コンクリートだから、コールドジョイントを避けるために、片押し、片一方が順番にいくと。として打鉄して打ち込み順序について検討するのが良いということで、温度がですね高い初中コンクリートの中では片押しにして、そして、コールドジョイントを防止する、まあ、そういう考え方がありますか、必要ですよ。こういうことですね。品質管理です。で、品質管理のところでは、強度は強度、それからコンクリートの構造の検査、まあ、このあたりがですね、品質管理の中心となって出てくると思うね。で、ここではですね、これも同じく下にありますので、コンクリートの検査について、いきましょう。こういうことね。レディミックスとコンクリートの受け入れ検査、これは受け入れ側の責任の下で実施して、これはいつ行うかというと、これは荷下ろし時に行うね。だからコンクリートの構造物はですね、設計図書に基づいて所定の精度で、作らなければいけませんよね。で、この
精度を確認するために検査すべき事項としてコンクリートの標準司法書施工編ではですね、平面位置、計画高さ、それから部材の形状寸法かな、こういうものの3項目をね調べなさいとこういうふうに決まってるんだな。で、構造条件の、や施工条件が一般的なコンクリート構造物に対して平面位置の強さ、これ動きがですね、平面位置ではプラスマイナス30、ね、高さではプラスマイナス50というふうになっている。それから部材形状寸法の強さは、これは0からプラス50が標準となっている。ということで、こことこう同じ問題だかね、ということになっている。まあ、こういった数値も今年はですね、ひょっとしたら下がり表せるかもしれません。それから、鉄筋コンクリート構造において環境が厳しく、塩害や中性化などによる鋼材が腐食する。だから、鉄筋を腐食するってわけだな。腐食の危険が高い部材に対しては、これは非破壊試験、壊しちゃいけないんで、非破壊試験をによって、その、かぶりの検査を行う。ね、ということで、かぶりをこう、かぶりを3センチ以上取ってれば、まあ、ほとんど鋼材腐食することはないので、それかぶりの厚みを、まあ、検査すると、まあ、いうことが必要でした。これは今年のコンクリート関係の品質関係の試験ということになりますね。強度関係です。ね、で受け入れるときにですね、この普通コンクリートで受け入れるときはですね、24ニュートンパー平方ミリという強度が指定したんだと。こうしましょう。こういうふうに指定したときに、じゃあ受け入れるときどうするかというと、こうやるんです。これに85かけんだな、85% だから、どの1回も 85% 以上なきゃいけないから、だから 24×85、まずこれ計算するんだ、共同受け入れ。そうすると 20.4 とこうなるわけね、20.4 で、平均値はこれ24だから、24、この2つでもって判定するんだ、いいね、85% を 20.4 と、24で判定する。そしたらね、 A の部材見ていくと、これは20、これ20点以上でしょ。で、これずっと見ていったら、1回目はですね、20以下ってこれしかない。これだから20以下でしょ。20.4 以下でしょ。20これ比べたら。だからこれはダメってわけ。ね。あとは OK。で、ここを見ていくわけ。これ20点以下はダメ。これ、ここはダメと。で、これ見たら19ってこれダメでしょ。20点ってこれダメと。だからこの3つはダメと決まるわけ。で、平均値は24だから、平均値で取っていく。だからこれみんな足したら22。これ B のところみんな足すと20.3。C のところを足すと25、25.3、24.3、24.3。だから24以上あればいいんだから、24以下はダメなんだから、未満ではダメなんだから、これはダメでしょ。この 20.3 もダメでしょ。だから結局合否の判定として1個でもダメだとダメなんで、ここはいいけども、ここダメだからこれダメと、こうなのね。で、これはここもここもだ、両方ともダメだからこれダメだ。で、これどこもダメがないでしょうか、これ合格と、ここもほらどこもないでダメが、だからここ合格。で、ここ1個ダメあるからこれダメだね、でこれも何もないから、こうだから3つだけ合格する、こうなる、こういうことを見て答えられるな。そしたら1回の圧縮試験の満足試験の合計は何回ですか。これサブロック18やってるから、18回のうち 1,2,3 回だけダメだったから、15回は合格してるよと。で、A から F のうち JIS 規定に満足する部位はどうか、これは 1,2,3 個だけど、合格するのはこれとこれと、すなわち C と D と F だ、この3つだけは合格してる、こういうその強度関係の、これ覚えとこうね、 85% これ覚えとこうよな、ここのところをしっかり整理しよう。で、安全関係で移動式クレーンの配置据え付け、今年これは、出る予定ですね、気をつけましょう。そうすると1番、移動式クレーンの作業を行うときはクレーンの転倒による労働者の災害、転倒による労働者の災害を防止するために、要するに、場所の広さとか地形とかね、地質の状態、運搬しようとする荷の重量とか、使用する移動式クレーンの種類、能力等を、まあ、考えてくださいよと、こういうね。だから移動式クレーンを設置する場所、その場所の地盤の支持力が不足している場合はどうするか、これは普通は敷鉄板、鉄板を引いてくださいよ、ね、支持力が不足するときは鉄板引きましょう、こういうな。3番、移動式クレーンの機体は水平に設置して、転倒防止のためアウトリガーだな、これ最大限に貼り出す、最大限にアウトリガーを貼り出す、これいいね、アウトリガーは最大限に貼り出す。から移動式クレーンで作業する場合の吊り荷重は低角荷重って決まってるんだな、これ以上荷物をかけていけませんよということは移動式クレーンに書いてあるから、それを超えて荷重をかけていけませんよという作業上の注意は、転倒とか支持力、鉄板、それから最大限とかアウトリガーの最大限、それから低価格荷重じゃ釣っちゃいけないよと、そういう基本的な姿勢が、まあ、今年のテーマになってるよと、こういうわけかな。これはこの廃棄物関係が
今度は出てくるよと。ということですね。マニフェストの流れということで、これと。で一番最初はですね、排出事業者。これはあの元請けだな。元請けは運搬車ごとに廃棄物の種類ごとに全て あのマニフェスト。これ1、2、3、4、5、6、7個だけど、7枚の紙をこう交付する。ね。そして必要事項を記入して廃棄物とともにこの収集運搬業者に交付する。渡します。ね。廃棄物管理マニフェストを交付する。ね。排出事業者が交付しますよと。これはね、これは注意しないといけない。廃棄物の種類ごとに、要するに種類というのは全部で、まあ、ここまで試験でもありません。7種類あるか、7枚あるわけです。それを交付しますよと。ね。それから収集運搬業者は、まあ、このうちこういう表で受け取って、そして、持参して、そして運搬が終了したら、運搬が終わったら、だって運搬業者だから、運搬が終わったら、処理業者に、運搬終了日を記入して処理業者、運搬してて処理してもらわなきゃいけない。処理業者に渡しますよ、ね。だから、一番最初、排出事業者が運搬業者に交付して、そしてそれをですね、中間処理業者のところに、処理業者のところに中間処理業者に持っていくわけな。それを渡しますよ。で収集運搬業者はあの B1 というのを自ら保管して、ね、そしてあのこっちがよく試験でやると10日、ね、運搬終了10日以内に B2 表をですね、これ排出事業者に、こうやって運搬終わりましたよということを10日たった運搬終了後の10日以内にこれを送る、私はちゃんと運びましたよということを返送すると。で中間処理業者、ここでもらった業者だな、廃棄物をもらった業者はこれは一応燃やしたりとか砕いたりとかして処理をして、そしてこれあの処分終了、これも10日、処分が終わりましたよと。排出事業者にこれは10日にこれも返送するのは10日よ、排出事業者に返送する。で中間処理業者は委託した全ての廃棄物の処分業者は終了して、この全てのっていうのが最終処分で埋め立てだ、全部使えるとは限らない、使えない埋め立てしなきゃいけないもん出てくるわけよ。そういうやつはあの最終処分が終了した報告を受けたときは、いいよ、最終処分の場所どこに埋めたんだというね、場所と所在地というか名称、それから、最終処分の終了日を記入して、これも10日以内に排出事業者に返送する。まあ、こういうことで、ここではですね、排出事業者は運搬あの収集運搬業者によってマニフェストを交付する。で交付を受けた収集運搬業者は修理を記入して処理業者に渡す。で10日以内にそれを、排出事業者に運搬終わりましたよということを報告しなさいと。これなで中間処理業者はですね、処分が全部終わりました、そしたら10日以内にこうやって終わりましたということを報告すると、ね。で中間業者は委託して、物をこう埋め立てたりしたような時には最終処分が終了したら、そしたらまたこれもですね、引用所在地、それから名称、それから最終処分の日にちを記入して、この終わった10日以内に排水業者に全部埋め立ても終わりましたよと、まあ、こういうことをやります。ということで、これは最終処分。ということで、交付、運搬、排出、処分、最終が、ちょっと今年は10日、まあ、こういうあたりをですね、しっかりと整理していただければと思います。これは今年のですね、2級の施工管理士の実地試験の重要なところです。ここをしっかりとまとめておいてください。それではこの説明があることにいたしましょう。では期待しております。